これ、あ、はい、今回はですね、ちょっとね、やりたいことがありまして、もう久々のね、通常のプロセカ通常運転、平常運転の交通安全教室のプロセカ実況動画なんですけど、とりあえずね、今回やりたいのが、これ、エゴイストっていう、新しい曲が来たんですよね。で、こちらが、俺、聞いたことなくて、聞いたことないんですよ。ほら、アーティスト名のエゴイストさんならわかるんだけど、曲名のエゴイストは知らなくて、もうなんか、えってなったの、最初聞いた時。エゴイスト来たの、なんか知らない方のエゴイスト来たなっていう、どうでもいいなこの話。まあ、ひとまずね、ボーカルとかね、フラワーちゃんが原曲なんだね。へえ、ちょっと今実は俺イヤホンしてるけどしてません。音聞いてないんで、初めて音楽聞く上にちょっと 3D MV があるみたいなんで、ちょっとこれ見ていきたいと思います。なんか今回すごいよ。じゃあ一回行こうか。初めて聞くよ。いや、待って、楽しみなんだけど、ちょっと待って、初めて曲聴くの、聴く曲と、もう久々の実況動画だから、ろれつ回ってないけど、よろしくお願いいたしやし。ちょっとね、このジャケットから感じる感じの雰囲気に合わせた衣装にしてみました。あ、なにこれ？え？うわ、かっこいい！え？なに？かっけえ！なに？そう、なん今回、ツインテールみたいな、なんか、格好にしました。すごっ！なにこれ？ボカロっぽくないね、なんか。あ、すごい、なんか EDM っぽい、なんか音ゲーの曲っぽいわ。え、すごいなこれ、なんかダンスとか楽しそうこの曲。え、なんか色合いがさ、なんかチェーンソーマンみたい。いいなあ、この雰囲気いいな。黒とオレンジか、かわいいな。あ、かわいい、いいなあ。後ろのバッテン何あれ、クロスしてる。え、この衣装結構合ってるのかな、わかんないな。激しい感じだからちょっと合ってないところもあるかもしれない。まあ、ビビワスが踊るからねって、めちゃめちゃ早くしてたのね。何すごい、何この、何このパート。あ、蝶々か今な、誰の蝶々あれね、え誰の蝶々ね、え誰の蝶々ですか今のは。来るよ。ちょ、サビがね、わかんないんだよ。あ、後ろもいて、なんかフワフワちゃん可愛いな。あ、何今の表情。え、消えた、え消えたよ、消えた。おかえり、あ、ただいま。あ、すげえ、わー、参りました。あ、すげえ、なんかさ、さっきまでさ、黒とオレンジだったボチョチョンマチョンガが、この青色と白と、ね、黄色みたいになって、すごいな、色合いが急に変化したわ。すごい、なんかテクニックいろいろある、なんか激しいな、この音楽。この音楽と踊り激しいな。やっぱビビバスだからすごい激しいな、音楽じゃねえ、踊りが。来る？おぉ、チェーンソーマン。おぉ、なに、怖い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 。辛い辛いじゃなくて、怖い。怖い。長いな、すごいな、いいな。いや、いっぱい見れるの面白いわ、こうやって。なんかね、振り付きがね、なんつうんだろうね、キュッキュッキュッって感じでね、まじダンサーっぽいわ。あ、いい、今の指振りは、キョロちゃん。チョコボール食いたくなってきた。で、くるくる回して、俺もこの中入りたいな。この中入りたいね。この服装で俺も踊りたいな。多分通報されます。で、このままジャンピング、イエーイ。おかしいよね。あ、なに？え、今の振り付けいいな。あ、かっけえな。あー！うわ、やばい！最後、えぐい。最後が。やば！ちょっと待って。最後エグすぎなんだけど。え、待って。可愛いしかっこいいんだけど、待って。え、可愛いしかっこよくない？ねえ。え、この曲も、振り付けもさ、かっこいいし可愛いし、なんか、もうなんかいろいろなん可愛いしかっこいいしやばいんだけど。いや、かっこいいとかわいいしか俺言ってないな。新曲ニャンが公開されたしたので、この動画の、説明欄に、URL 貼っておくので、ぜひ、聞いてね。聞いてね。聞け。お願いします。